待ちわびていたミキサーがようやく開催されました。先日のアップデートによって動画撮影時点では残り98日間これからやることが可能で、無課金ユーザーですから優勝スカウトを回したり、また無課金で手に入れたアイテムだけではどうしても限界があって、実際ここまで2人しか手に入れられてない。全然進行も何もしてないですから。ただこれからは違う、不要な S はすでに2023シリーズだけでも多く手に入れたし、ここまでにも手に入れてきたので、その不要な元たちをミキサーにしてぐちゃ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 していって自チーム S ランクを手に入れる。欲しいものはすでに配信されていて、中にはシリーズ版でしか顔見ないようなやつもいますよね。例えば BD 開幕投手ですけど、最近全然見ねえな。そしてこの先も見ることねえんじゃねえかな。ブリンソンに関しては思いのほかこの先も見そうな感じしますけどね。当たりか外れか今の時点では大きな声では言えないけど、外れではないかな。今活躍してる選手っていうのはまだ配信されてなくて、おそらくシリーズ2とかになると思うんですよね。最近ジャイアンツ非常に若返りが進んで、例えば秋広が今出ていて打ってたりしますよね。投手でも若い投手っていうのが目立ちますから、それと比べたら今配信されてるシリーズ1のやつは若干加齢臭臭いといえばそうですけども、ただここでしか手に入れられない選手もいるわけなので、それを手に入れてオーダーを作るっつってんだろ。早速2023初めてとなる S ランク自チームミキサーをやっていこうと思います。5人投入することによって自チームの S ランク1人出てくるんですよ。いらないものはすでにボックスにいますし、選手寮にもいるわけなんでね、そいつら全部ミキサーにかけていくつもり。ただ最近手に入れたものはいきなりミキサーにかけるんじゃなくて、まずは過去に手に入れた古いものからやっていこう。1人目は石川歩夢ですね。これずいぶん古いやつで、確か交換会で手に入れたものなんですけども、今はいらないというか前もいらなかったけどな。あとこの辺の小深田とかマイケルとかもいらないし、中日の福もいらないし、さらに石川歩夢もいらない。このようになんか同じような選手がやたら俺の元に来るんよ。これが選んだ5人の選手になって自チームの S ランク選手1人に変わるわけですからね。もちろんですけど今持ってるものはいらない。浅野に関しては出てくることないけど、山崎ね、すでに実はもう2人持ってるんですよ。原監督に向かってね、なんか逆らえるあの精神力はすげえとは思うんだけど、3人目はいらないからね、もう面は見たくないので。あとなんか演出が変わったみたいなこと書いてたような気がするんですけど、何が変わったんでしょうか。ミキサーに関しては変わってないのかな。ここまでは何の変更もなく今までと同じや。で、今までと同じような選手が出てくることないよね。うん、演出面は特に変わった模様はないな。そして誰が出てくる。坂本隼人がいきなり出てきたけど、2023年の坂本、いや最近は復調して打ってるよ。開幕からズタボロだったし、オープン戦もダメダメだったけど、直近で言うと完全復活して、まあかつて打ってたくらいに打ってるってわけではないですけども、戦力になるくらいは打ってくれていて、まだ巨人の頼もしい遊撃手。ただこれ問題なのは、こうやって坂本隼人を手に入れた、それは嬉しいんだけど、また坂本隼人が出てくるってことが昨年は多くあった。ミキサーにかけて、あ、また坂本、いや持ってるからいらないよっていうことが立て続けにね。今年もそうならないよね。この後もミキサーは引き続きやっていくけども、坂本いらないよ、十分だよ、一人いれば今の坂本は。とりあえずまあこういう感じのスタートを切ることができました。これも自チーム確定ミキサー機能のおかげで坂本を手に入れられましたからね。普通のガシャを回したりとか無課金アイテムやったとしても、こんなに出てくる気配ないんだからね。ようわからん、阪神の選手はやたら来るけど、これもあれも確定ミキサーのおかげで、もっと早くやってほしかったわ。僕だけじゃなくていろんな人が思ってたはずなんすよね。なんでミキサーってこんな遅いんだろう。ある程度選手が出回らないとやらないですよね。早いうちからやってくれたら、目当ての球団の目当ての選手っていうのを狙い撃ちすることができるので、ユーザーからしたらそっちの方がありがたい。開発者から言わせればそうさせてたまるかみたいな感じなのかな。あまりユーザーに優しくないような気がする。まあいいや、続けてね、またやっていこうと思うんですけども、これまた古い順番からですね。鈴木大地、中村、この辺のパリーグの選手は用なしだ。横浜の三島もいらないし、高橋周平に関してもいらない。長打打てない、お前に魅力はない。岩崎に関してもやな、侍ジャパンシリーズのやつですけども、もはやいらない選手ですから、そこは何の遠慮もなく。次は誰が出てくる。坂本と来て丸とか、あの辺が来てくれてもいいし、ブリーソーとかね。あとさっきも言ったけど、ビーディとかもうシリーズ1限定で終わりそうなので、オーダーを作るにおいては能力的に何の頼りがいもないだろうけども、ああいう選手も必要ですよ。ああいうのがいないとオーダー作れないわけなんでね。誰が出てくるんだ。今季2度目の自チーム確定ミキサー、誰だ誰だ誰だ。吉川直樹二遊間完成。早くもな。繰り返し言うけど、自チーム確定ミキサーがなかったら絶対こんな二遊間すぐ組めなかった。実際ここまで何も手に入ってなかった。 A ランクですら手に入る予兆とか予感すらなかったの。ミキサー回した途端これですわ。まあそういう機能があって助かるは助かるんだけど、普段からもっとくれえや巨人の選手。坂本もそうやけどね、吉川直樹に関しても多分3シリーズ連続くらいで俺の手元にあるかな。やたら来てくれる選手だからこそ若
かの怖さがあるっちゃある。この後もまた持ってないもの来てほしいですよね。早々に戸郷が手に入るのであれば嬉しいし、やっぱセンターラインの丸も手に入れてそこを埋めていく。ショートセカンドと来たら次丸じゃない、順番的に、流れ的に。持ってなければ誰でも構わないけど丸だったらいいなとは思う。この辺もね、帯の初芝、日ハムの堀、万波も日ハムの選手とかいらないから何の躊躇もなくタップすることができるね。オリックスの山田とかこの辺もいらない。どいつもこいつも躊躇なくジャイアンツの選手に変えることができる。何のなんか気持ちの止まりとかないですよね。こいつもこいつもあいつもこいつもあいつもこいつも、そしてジャイアンツの選手手に入れてバンザイバンザイバンザイってなれるんだから最高じゃないですか。また最高な思いさせてくれよ。どう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 、はい、ほらもう言うてる。そばからこのパターンがあんのよね。だから可能性的にここで吉川尚輝を手に入れる確率って一番低いと思うんだわ。先手に入れてるし持ってない選手の方が多いわけなんで。親の顔より見てますからね。いやマジな話ね、親の顔忘れた、吉川尚輝の顔見すぎて。このまま俺の人生が進んでいって、そして死ぬ瞬間を迎えた時ですら吉川尚輝の顔が浮かんできそうになるわ。見る機会多すぎるんでね、もう勘弁してよ本当に。なんでこうなっちゃうの。3人続けて出てくるってことあるんじゃないかな。2度あることは3度あるということわざ嘘つきませんからね。ことわざ通りに今リーチかかってますけど、トリプル吉川になると思うよこの後きっと。絶対間違いなく。それでもいらない選手なんで別に何の躊躇もなく遠慮もなくミキサーにかけることが可能なんですけどね。はい、この辺に関してもいらないいらないいらないので、この5人をミキサーしていって、で吉川なのかな、期待通り吉川でしょうね。ここで逆に吉川来ないことの方がおかしいですよ。リーチがかかってるんだからきっと吉川でしょ、間違いなくね。吉川がそこにいるんでしょ、もう声に出していいよ。吉川返答しろこの野郎、お前そこにいるんだろ、絶対間違いない。この後出てくるんだろ、あの白いなんか謎の中からよ、間違いなく来るんだろ、来るんだろ、どうせ来るんだろ、ほら来るんだろ。来なかった、意外にも。桑原か。いや、持ってないだけ価値がありますよね。まあ正直そこまで好いてる選手でもない。応援してないってわけではないんだけど、まあ個人的にそこまで注目もしてないわけですし、選手としての魅力は感じないけども、ただオーダーの枠を埋めるという点に関しては必要な選手と言えるので、すでに4回とやってますけど、この動画最後の確定ミキサーやっていこうと思います。なんか動画のオチとしては先弱かったんでね、つけるつもりだったんだけど、つかなかったんで、次こそオチをつけて、はい、もうこの辺に関してもいらない、いらない、いらない。ないので、はい、全部ミキサーにしていって、まあ、中にはもしかしたらね、視聴者の中、俺それ欲しいんだけどっていう方がいるかもしれない。その方にあげれる交換機能がついたのであれば俺はそうしていきたいよ。どうであれね、俺にとっていらないものですから。この動画最後ですよ、最後オチをつけれる形、そういう選手が出てきてくれたらいい。いやもうこの際吉川いらないですけどね。もうその流れ止まってる以上はまた吉川来ても意味のない話ですよ。リーチは終わったんだからね。間にあの桑原が入っちゃったんだから。おっと、これまでと違う演出。だからといって特に意味はないんじゃないの？なんかゴージャスな人出てきたけど。丸なのね。なるほど。これでいいですね。オチはつきましたね。今も巨人の主力として戦えてる丸を手に入れた。持ってもなかったし、必要な選手だった。まあ、シリーズ2とかでもこの辺は配信されるんだろうけども、1で持ってたらいいじゃない。そして2ではまた新たに配信される巨人の若手いっぱいいますよ。秋広含めて、そういうものを手に入れる。今配信されてるものを含めて、シリーズ1の間にオーダーの半分を埋めていきたいんですよ。投手、野手ともに。そしてもう半分をシリーズ2で埋めてオーダー完成で、ハッピーエンド、 S ランクオーダー完成だーで終わりたい。改めて今回確定ミキサーを5回して手に入れたのは4選手、被ってるもの含めたら5選手ですけども、新たな出会いは4選手しかなく、被ることなく5人の選手を手に入れられたらよかったのね。なんで被るのかな、それも連続で被るから、ね、間を誰か挟んで被るんだったらまだわかるけど、連続で被るって確率的に普通ないだろってことがあるんだよな、俺のプロスピエースには。手に入れた4選手を早速オーダー並べていこうと思います。まず当たった順番に坂本隼人を新たにセットして、過去に古いものをリセットして、そして吉川尚輝に関してもそうですね、2023シリーズをこうやって置いて、2人置けたらいいんですけど1人までですからね、置いたところで意味はないだろうけども。そして丸に関してはライトが今季本職になるのでライトに配置して、投手に関しては1人桑原しか当たらなかったので、前のシリーズの桑原持ってますけども、これを衣替えして2023シリーズの桑原をセットして、まあこんな感じですね。オーダー作りはもちろん進行はありました。ここからまた大きく動かしていかないと、まだ覚醒 S ランクとか通常の S ランクしか持ってないですけど、 OB 選手っていうのも当然配信されるわけなんで、そういうものも手に入れられたらいいんですけど、優勝スカウトを基本的に回せない無課金ユーザーですから、なかなかその選手を手に入れることは難しい。基本的には今回のように自チームミキサーをして、不要な S ランクを自チームの S ランクに変えての繰り返し作業の中、いろいろと被ったりして、またあーだこうだ言うんだろうけどもね、でもその繰り返しの中オーダーを作れるようにこれからも動画投稿していきます。おそらく次回も自チーム確定ミキサーをやる模様を投稿するので、興味があれば見ていただけると嬉しいです。今回動画最後までご視聴いただきありがとうございました。